軟骨取って、ここから、こんな感じ。からもみですね。こっからもむんですね。これがね、めちゃめちゃ重要。マイトです。アンの松本です。いつもありがとうございます。キャー、先日ね、ある、某、水上っていう寿司屋に行ったんですよ。はい。その時ですね、某になってないですけどね。その時にね、スミイカ食べたんですよ。新イカ。スミイカの子供ですよね。まあ、あれか、めっちゃうちもかった。で、握りで食べてうまかったんですけど、思いっきりね、食べながら飲みたいなと思って、今、ちょっと出ます、日本とあと1ヶ月ぐらいかななんで、まあ、そこもし見つけたらですね、皆さん、ぜひちょっと食べていただければと思って、この動画を今日は作ります、もう、やっぱね、すだちと塩で食べて、醤油で食べてね、もう歯切れのいい感じのやつ、くっと。最後までお付き合いよろしくお願いします。もう飲むために作ってんだよねこの動画。はい、じゃあそれでは行きましょう。はい、これもうね、水上さんで僕すごい勉強してるんで、まずねこれを取っておきます。はい、これとこういう感じで、はい、どんどん取っていきましょう。はい、このように軟骨取って、ここからこんな感じ。はい、そうしましたら今度は水でさったらですね、耳を取っていきます。こんな感じ。はい、耳を外していきます。はい、で両サイドまず切っていきます。よいしょ。はい、あとね、こう薄皮残して、この内側から薄皮取って、こっち側を剥いていく。あとこっち側を切って、ここから内側を剥いていくっていう感じですね。はい、こんな感じで包丁入れすぎないように注意してくださいね。はい、こんな感じで剥いていきます。はい、このように薄皮が取れますので、見るかな、はい、指でなぞりながら、あとね、取りきれないところはキッチンペーパーとかペーパータオルで取ってください。はい、こんな感じ。はい、逆、内側ですね。この皮をここに取っていきます。これもまた取れてないとこあったらキッチンペーパーで取ってください。こんな感じですね。あとね、身はね、切るだけ。これたくさん食べていきましょう。はい、がゲソですね。はい、手でこの肝取れるんで、この取っちゃってください。肝取って、あと麺玉もね、取れますので、麺玉も取れます。これで、あとくちばし、まあ、ここまで取って、あと開いていきます。芋取って、目玉取って、で、くちばし取る。はい。あとは開いていきますね。もうお寿司屋さんじゃないんで、簡単にパンパンといきますからね。はい。そうしましたら、ゲソの軽く掃除ですね。ゲソは切っちゃいますね、ここから。で、あと開いてください。こんな感じ。はい。このね、軟骨もね、美味しいんですよ。これ、ボイルするだけですから。はい。もう一回いきます。で、その先端切って開く。はい、あとこれね、からもみしていきます。塩もみしていきます。はい、でゲソですね、これ塩入れて揉んでいきます。すぐね、なんかぬめり取れてきますんで。ぬめり取る時のこれポイントなんですか、これね、水から教えてもらってすっごいもう役に立ってるんですけど、一回塩で揉んだら水で洗って水で切るじゃないですか。で、水気切ったら、この殻もみするんです。こっから揉むんですね。これがね、めちゃめちゃ重要。これすると、ほんと綺麗になりますから、ゲソとか。
ぜひちょっといろんなゲストで試してみてください。それでは先ほど掃除したゲソね、こうやってボイルしていきます。はい、それでは茹でたゲソは氷水で冷やしていきます。いや、うまそうな。それでは作っていきましょう。それではですね、もうあとはもうお好みの大きさで切るだけ。これだけですよ。でも1匹で2貫ぐらいですね。これぐらいです。はい、あと盛り合いつけて完成ですね。それでは完成しました。新イカのお刺身、これ夢のようだな。これこれ高い時買ったら、これであのこれで買い値で1万円以上しますからね。うん、まあ私はちょっと安い時に買いましたけど、くわー最高。いやー最高ですね。もう早くいただきたいと思います。いただきます。はい、もうねこれまずはもう食べ方もイメージ決まってますから、もうこれすだちをちょいとこうかけのね、ちょっと香り入れの塩パラパラとイメージ通り。それではね、まず塩からいただきたいと思います。うまい。もう口の中噛んだ瞬間溶けてなくなるのこのイカ。いやこれはね、今、まあ、うまいのは当たるんだけど、今しか食べられない希少価値と、このやっぱ口に入れた瞬間一匹、まあこれ半匹か、半匹のイカがなくなるっていうのがちょっとやばいよねこれ。そしてこれですよ。今日、最高気温が、35度ですか。で新イカと生ビール、今現在の時刻10時半すっ乾杯いやもう幸せ以外あるんですか、言葉がもう見つからない、うますぎる。じゃあわさび醤油でね、いきましょう次。これどうしよう、もうお寿司も美味しいけど、これで、ね、飲むってちょっと贅沢だな。新イカってそもそも高級のお寿司屋さんにしか使わないですからね、それを刺身でこんないただくっていうのはもうちょっといいと思います。うーん、塩もいいけど、もうわさびもいいっていうか、もうないの口の中に。最高で、じゃあ次ゲソですね。ゲソもね美味しいんですよ、すごい。でゲソいただきましょう。見てこのゲソ、美しいでしょ。このゲソもうまいんだよ、これ。これで1匹分ですからかわいい。ゲソいただきます。うーん、なんか特別感ありますねこれ、新イカの刺身。いやー幸せ。皆さんもぜひちょっとあのこの今しかないんで、この新イカ見つけたらぜひちょっとね贅沢味わってみてください。それでは皆さん、今日も素敵な一日を。ありがとうございました。